い、リエルでーす。はい、リエルでーす。今日は放置…何これ、ビアホップ、ホップ、ビアホップ、なんかいろいろ名前があるよな。うん、天使のなんとかとか、なんかいろいろな、わかんないけどな。これ、三つ葉のクローバーやけどな。三つ葉のクローバー、四つ葉があるかな。ハハハハハハ、これだけ、これ寒さにものすごい弱い、うん、弱い、まあ、これもそう、これね、これ横からこう取ってくれる、こう脳天ハゲ、脳天ハゲ、脳天ハゲやけ、こうしたらちょうどいい。カッパ、脳天ハゲ、カッパ、え、カッパ、カッパ、うん、カッパです。はい。いや。今日はビアホップを増やします。増やしましょう。はい。人によってやり方いろいろあるけどね。市川さんとかも黒手で土のないところにバーって出して、うん、根っこ出てからこうブックポットにするとかな。うちら寄せ植えするからこういうのもうバラバラってして、うん、忘れた頃こうなってるっていうね。うん、とにかく多肉は増えますよっていうこと、うん、な、こんなのつぶつぶいけん、じゃあつぶつぶください、カモン、白いのカモン、白い、いや俺が切るけん、あ、ドロッとするけん、カットしてどんどんここ置いてくれる、カモン、いきます、いきます、はい、ブルブルブル、もうこれでいいけんな、ほんで頭ちょっと取っちゃけばいいよな、そうそう、もうこれこう植え付けばいい。あ、もう早いね、あんた。早いね。早い、ね。早いよ。はい。ドルルルル、ドルルル、これでいい。ね。で頭ほら可愛いとこでこのまま、うん、こう長い段階、こうね。ええー、おお、長い。もうシソの実みたいね。ムーっていきなね。ムーって。これ非常に取れやすいので、うん、あ、でもこれ注意点、はい、お水をあげたばっかりの時は、うん、このなんか成長点が茎に残っちゃうことがよくあります。なのでお水をあげて結構経ってからやな、うん、結構なってるよな。もう人それぞれこういろいろやりたいようにどうやって、正解はない、はい、どうでもどうなる、どうでもどうなる。成長点がこっちにくっつくっていうやり方ちょっと出て。え？どういうこと？それは無理や。取れしまうに。成長点をくっきりくっつける。うん、もう無理それ。それは無理。な、うん、もうこんだけでもうこんなになるけん。な。うちなんかこう土の上転がすけどな。うちは忘れちゃうじゃん。でこう土上へ転がしとったらこうなってるっていうな、うん、これ培養土のがいいよ、培養土ね、これだから1個買ったらもう相当増やせるけん、保険どころではないね、そうやな、保険株なんかその心配せんでいいぐらいなるけん、こっちだってほらもうここいっぱい出てきてるもん、うん、そうだよなあ、ここいっぱい、そうだよ、いっぱい出てくる、そうだよ、どんなに出てもいっぱい落ちてるし、ブラ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 、すごい数やけん、うん、これかわいいじゃない、おいおい、農作業、農作業シリーズ、いいマグロ増やすけん、これかわいいけん、うん、成長がものすごいけん、寒いのが苦手なだけでもうすぐ春になったら春夏秋ってブワーってこう増えていくけん、うん、ああこれはだけ一つね持っとくとかわいいよ、でねこれ究極いじめる、いじめると真っピンクになる、あちょっとあれ持ってこい、走ってどこに、向こうにちょっとピンクなのがあるけん、嘘、うん、ちょっとね、ちょっと、うん、ちょっとな、あんまいじめすぎるとやられます、うん、ね、
でも本当にね、この前ね、すごい、どっか動画で出さんやったかな、うん、事務所で上で出したな、うん、そうそう、ですごいピンクになってて、ね、うん、俺も初めて見るぐらいピンクやったけん、可愛かった、うん、そうそう、でそういうこともできるしね、うん、だけど水切ったりあげたりね、いろいろやってみたらいいよ、うん、な、あの怖がっていつも水あげてばっかりとかじゃなくてな、ほら、あ、結構ピンクになったな、ほんと、うん、ピンク、うわ、うん、これにはさ、だけギリギリのとこやけどな、そうなんや、ギリギリのとこ攻めた時こういう色も見れますよっていうな、これちょっと可愛くないけどあげるの、あ、どうぞ、うん、もうちょっとこれもういらんねない、うっさ、もう相当だよ、相当、はい、はい、うん、千葉市長、え、千葉市長、うん、千葉市るよ、うん、千葉新一やな、な、ということで、はい、いい？なんで、はいって、あ、よいしょ、バラバラ事件、そうよ、これを中心に1個入れちゃえばいいかって、あ、そのこと、おう、それだけ頭だけにしようかと思って、周りをつぶつぶにして、あ、頭だけでもいい、うん、頭だけで、でそういうことや、な、考え方、うん、どうでもできるよっていうな、うん、ことや、な、何にも気にしないでこうプルプルプルってあのな、シソの実みたいしていいけん、ね、うんと、もうあと温度ね、コール地区はまだね、ありえけど、はいはい、はいはい、だけワンポット買ったらだけ相当なるけん、うん、うん、夏頃相当でかくなるけん、これちょっと茎がでかあれやけど、どうしよう、で農作業、農作業、スピード重視、マックスマックスマックス、農作業マックス、オーノー、オーノーって、オーノーって、ガイデン、ガイデン、はい、3個じゃ寂しいな、3個じゃ寂しいな、3個じゃあれや、キチンボやな、キチンボ多肉今日のサムネはケチケチ、うん、お前ケチ、これもな、あの、あれなんや、超でかくなるけん、ぶっとくなるけん、奇数の方がなんか可愛い気がするよな、うん、そうやな、奇数それはあるな、寄せ植え的、うん、3、5やな、3、5やろ、うん、3、5やったらちょっと寂しかった、そう、ケチ、私ケチ、そう、ケチ、三つ葉のクローバーどっちかな、三つ葉のクローバーありました、四つ葉、え、なに四つ葉、なんかいけそうな気がする、ないない全然関係ないけどね、凍らない地区の人はな、うん、ぜひあったかい時ほど早く大きくなりますね、でドラーンってこうブルブルブルって長くなるけん、うん、な、で日光を不足するとこの隙間が大きくなっちゃうけんな、粒と粒の間がな、ここ あ、はい、だけどもう、ね、そこは脳天ハゲや、これもあれ隙間がある、うん、うん、これあの隙間日当たり悪いとこへちょっと行けんな、うん、もうこれ伸びちゃうやろ、うん、隙間が大きいやろね、はい、オッケー、よく当たっちゃうんだよ、うん、あ、これは当たっちゃうの、粒が、隙間がないやろ、うん、な、隙間がない、こういうな、うん、これがビロビロって太くなって、長くなっていくけ、うん、ねえ、うん、わかる、うん、ねえ、うん、わかる、ちょっとこれ、
もう猫足りん。え？猫足りん。何が足りん？頭が猫足りん。頭が2個足らん、うん、農作業シリーズいっぱい、はい、いっぱいだよ。数えてみる、なんでめんどくさがってんの。これでも足りんくない、これ足りんくない。何がこれ、はい、どうぞ。私そうで、キャッチもうこれからケチって言わない。そうで、ケチで、あだ名。そうで、ケチあげる、チュルフってしか置かない。好きやな、これ。何よ、好きよ。ちっちゃいな、グリーンピースえグリーンピースを食べるみたいな。もういいんや、適当でいいんや。偏っちゃうけどね。下地をきれいにしようかね。こう下地を。これもみんな好き好き。うん、なケチ。私？もう何回も言うよ。これからお客さんに会ったらケチって呼ばれるかもしれない。出るのも出ないのもあるからね。うん、多めにね。大目にやっちゃったらモコモコになるやん、うん、もうケチらんでいいじゃん、こういうのな、うん、ほーいほーほーい。あ、水持ってこんかった。え、水持ってこんかった、うん、やったふりやったふり。うわ、おいしそう。おいしそう。おいしそう。お水が足りない。え？いっぱい。でしょ？淘汰されてね。いいやつだけ残る。入れたいんやろ。うん、うそやろ。食べそうやな、この。え？食べそうやな。枝豆食べよみたいな。うん。一回食べてみてもいいやん。美味しくない。え？美味しくない。こういうな、たまにこうセット、こういうの大事です。生産者じゃないけあれやけど、みんなね。え、でもこれがいっぱいあったらさ、寄せ植えいっぱいできるやん。うん、そうそうそう、そうね。寄せ植えのために俺たち作ってる。ビアホップドーンができるよ。そう、うん、しかしこれを冬に置き場所を気をつけんと、うん、もう一日でダメになるからな。こう、もう寒いとこはもうこれはダメ。もうちっちゃい、もう何回やらかした、うん、リエルの庭で、うん、もういい具合に秋秋までブーってなって、一日でボースって終わり。あとカラスにやられて落とされて、そうそう、ボースって終わりや。うーん、な、こっち帰る。そうよ、そういうことよ。うん、ちょ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 、いろいろあっていいよ。うん、これ必要やけどな。え？そうだよ。これものすごく必要よ。うん、なあ、だけど1個ワンポット買ったらこうやってできるけん。うん、みんなもな、あれすればいい。多肉野菜。そうだ。よし、よし、簡単、うん、こうやってやったらこうなるけん、うん、これ土の上にバラバラってしてただけ。うーん、こうな、こうな、こうボロボロボロってこうしてただけ、うん、粒をな、うん、分かる？分かった？分かった。これもうこう入れちゃえばいい、うん、もうわからない。
どう？そういうこと。どう？うん、分かった？分かった。これ結構本当に可愛いけん。ね。うん。でホームセンターとか売ってるけん。うん。うん、ホームセンター。ね、他の名前、新玉つづりとか？うん。そうそう。で、ホームセンター行ったら、これ売ってるから、うん、まあ、こういうふうにな。うん。こんなん1個買ったら、もう大変なことになるよ。うん。そのままでもいいし、ちょっと伸びちゃったなと思ったら切ってな。うん、で、切ったらまた中からどんどん出てくるし。うん、一緒一緒。なんか多肉やから。うん。ね。で、こうやってパラパラってして、こんなんしたら、こんなん。また柔らげるのし。そうよ。売れるやん。売れるよ、こうやってるよ。だけど培養土な、うんうんうん、で寒さに当てない、はい、程よい日光で、春夏秋絶好調、うん、ね、うん、そうそう。で俺なんかお水をシャーッとあげるけど、うん、まあ、それもじゃあ忘れててもこんなになるちゃんと、うん、ね。ね、その簡単、うん、初心者向きっていうんかな、うん、な、別に何するわけじゃねえ、でも可愛くなる、うん、でこういう風に伸びてビヨーンってな、うん、これちょっとあのまああれやけどビヨーンって太くなってな、もうちょい暖かくなったら太くなるけん、うん、な、ちょっと水あまりあげてない、え、水あまりあげてないこれやろ、うん、そうです。でけあのカッパやん。カッパ。そんなん言わんでこれ培養土って培養土入れてる。うん、そうだよ。僕培養土。うん。うん。そうね。培養土はね、あんまり安いの買ったらダメだよ。うん、ね。汚くなる。もう何回もやったことある。安いの買ってきてな。うん、多肉植えたらね。意味がわからん、汚くなる、多肉が。虫とかどうじゃなくてな。なんなの、なんかな、汚ねなるな。ああ、で、その程よい、培養土は程よい値段のものを買ったらいい。500円とかな。うん、そんなんやな。100円のとかやめたほうがいいよ。危険よな。うん。って言うても何でも本当はいいんやけど、変なもんが入ってたらな、やられちゃうから、普通。殺菌処理とかな、なんか書いたのした方がいいよっていうね。多肉は何でも大丈夫です、土はね。はい。オッケー。うん。どうですか。うん。いいですか。うん。もでも増やしてから。え？もでも増やしてから。うん。もう秋までは安全やけ。うん。なあ。もう平気やろ、この辺は。うん。車用土じゃない。うん。これ生産の土。うん。うん、そうそうそう。っていうことや。うん、培養土なんかこうモコモコってなるけ、うん、肥料がな、うん、肥料入ってる方がいいよ。緑色が違うもんな。あ、違うよ、うん。緑してるやろ。うん、こっちもあの肥料抜けてるから。肥料なし。うん、だから抜け切ってるけどな。うん。オッケー。オッケー。どうですか、うん、あ。今日つまんない動画やったね。よ、別にいつも面白くしてるつもりもないんやけどね。そういうの。うん。いいでしょ。はい。ありがとうございます。じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとう。バイバーイ。